はい、皆さんこんにちは、ゆかはなです。今日見ていただいてありがとうございます。今日は、DIY をしたいと思います。はい、でも DIY って言ってもすごい簡単なので DIY と呼べるのかあれなんですけども、もしよかったら参考にしてみてください。はい、で今日作るのがこれです。じゃん、箱なんですよね。箱この、これ元はヴィトンの紙袋のショップ袋なんですけども、それを箱っぽくして、こういう収納、なんだろうな、こういう小物入れとか収納できるような感じで作ってみました。で、これ私実際マスクを収納していて、あともう一個作ったやつは、まあ、使ってないコスメとかの収納で使ってるんですけど、なんか紙袋ってすごい可愛いから多分いっぱいどんどん溜まっちゃうと思うんですけど、それをこう、いい感じに活用できないかなと思って、ちょっと作ってみました。で、私は今回このシャネルの、紙袋で作るんですけども、用意してもらうのは、まあ、その自分が好きな、そのショップ袋の紙袋を用意してもらって、あとはハサミとか、まあ、ハサミと、あとは、まあ、ガムテープとか両面テープ、内側を留めるから、その時に必要なので、ガムテープか両面テープを用意してもらって、で、あとはお好きな紙袋を用意してください。で、結構ちっちゃめな紙袋の方が、こういうちょっとした小物入れとかには合ってるのかなって感じがするので、はい、早速作ってみてみたいと思います。で、まずは、紙袋についてる、紐は、いらないので外しちゃってください。で、まずは、ここね、ロゴが見えた方が可愛いので、こことここをロゴのあたりぐらいまでこうハサミで切ってください。4箇所切って、本当にねすっごい簡単なので、なんか紙袋でなんだろう、そのね、好きなショップのロゴ、好きなショップ袋のなんか小物入れとかって置いとくだけですごいおしゃれだし、なんかね可愛いので、ちょっといい感じの活用法になると思うんですけど、で、これ切ったんですけど、今ね、こういう4箇所切るとこういう感じです。こういう感じ。これを切ったやつを内側に折ってってください。もう内側に折るだけ。もうすっごい簡単なので、これ DIY っていうかわかんないですけど。まあ別に全然なんだろう。普通に大きい紙袋とかでも、まあ、作れると思うので、まあ、別にお好みでこれは全然作れると思います。でこう内側にこう全部内側にねこういう感じに全部折ったら、一応シャネルってこうロゴが見えた方が置いてるだけでおしゃれなので、ロゴが見えショップのそのロゴが見える方が楽しいだと思います。でこうやって折ったら、内側に折ったらしっかりこうやってこの周り4箇所をしっかりこう止めてもらって、であとはこれガムテープで内側をこう、まあ、止めるだけです。止めるだけで、まあちっちゃい、なんだろう、収納箱みたいな感じで作れるので、紙袋ってどんどん溜まってっちゃうじゃないですか。だからね、なんかいい感じに使えないかなと思って。そう、はい、できました。ちゃんとシャネルのロゴも見えて、こういう感じです。で、内側は、まあ、こういう風に止めてあるんですけど、はい、例えばこれに、まあ、本当に何だろう、小物入れとして使えるので、まあ、収納したやつを入れてもらっても全然いいですし、うん、まあ、使い方は人それぞれ、はい、できると思うので、もしよかったら参考にしてみてください。はい、では今日は DIY でした。はい、他にもメイクとかご紹介するので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では、ゆかはなでした。バイバーイ。